ク博士、死ぬ気で参ろう。各愛、あざなは博士、義に絶対の忠誠を誓う将である。病弱で咳き込むことが多いが、戦場では際立った活躍を見せる。時は三国鼎立の時代。彼は花公園に従って漢中の防衛に当たっていた。よしよし、艦中の守備もだいぶ様になってきたじゃねえか。これは花公園将軍、陣中視察ですか。お疲れ様で。うおいおい、大丈夫か。学愛、お前のおかげでいろいろ助かってるけどよ、無理すんなよ。花公園将軍こそ恩義を大切に、あなたの代わりはいないのですから。ん？うん。じゃあ無理せずよろしく頼むぜ。ああ、花公派殿、こたびはお父君と共に進軍なされるのですね。なんと喜ばしいことか。ああ、花公園殿の戦ぶりは義軍随一、きっとそのお姿に学ばれることも多いはず。この貴重な機会をどうか大切に。まあ、うん、そうするよ。じゃあな、各愛。主力部隊は漢中を離れていますが、我々には花公園将軍がついている。各博士、死ぬ気でこの地を守り抜きます。振り抜きます。フォー、フーチェッ、フヤッフー。これが本当の罪だ。うっはははWee-wee!
ご入り用で。またお待ち。ついに劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。いいな、お前ら。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雷、花公園将軍のもと、美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。徳軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。ってところだな。でね、
帝軍山の本陣に敵襲。敵将は甲冑の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。父さん待ってくれって。忠告。まさか花崗岩将軍が撃たれるとは。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き、漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。皆に支えられ、導かれ、ここまで来たのだ。この大志、必ず貫いてみせる。命の矢で、いざ。そうだ。お前に漢中は渡せぬ。神のため、皆のため、必ず矢しりどけん。さあ行きますよ。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。高層ゆかりの地を追われる。だが私たちの道はまだ終わりではない。伝令、繁盛が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りだ。だが関中にもう用はない。なんとそういうことですか。漢中を餌に関羽を釣るとは、さすが曹操殿だ。漢中の戦は関羽の動きは待って。
だが芝居殿が言われなき残言で政務から外されるとは、この国は一体どうなってしまうのだ。まあ俺は複雑なところもあるな。石邸での早急殿、外邸での加工房殿と、最近いとこなしの総一族は肩身が狭かったし。加工派殿、なんということを。あなたは加工園所卑屈。ご上限で職を完膚なきまでに叩く諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。足場を崩し戦意を損。さすがはギブ、ここまで攻め込んできましたが、ですがここで引くわけにはいきません。我らの死力を尽くし打ち果たしましょう。命燃やして敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。ここは一度引きましょう。この一度は私に最後。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。芝居殿、諸軍が一斉に退却。高尊園はこちらの降伏勧告を断ったようね。自ら袋こですが、これで奴を。敵は上上にあり、速やかに高尊園を撃ち乱を鎮めるのだ。者ども、城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み、
敵の飛兵を待つのだ。誰にも阻ませぬ。命燃やしていざ。我が縁が我が城が芝一族め己城兵は落ちた。我らも勝利を。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。高尊厳の芝居殿、高尊厳の討伐ご苦労だ。父上、本当に職に戦を仕掛けるんです。ふん、しばし殿、それで義の大将軍たるこの私に。恐れながら現在我が軍の兵私にかかれ。職など敵ではない。手始めに漢中を落としてやろう。攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。義軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。よし、我らは漢中の援護に向かう。じゃ進め。義軍め、調子に乗るなよ。この漢中は絶対に渡さんぞ。俺がいながら敵に漢中を。まだ手出せねえ。漢中は取った。このまま進むぞ。兵どもに疲れが見えるが気にすまい。これはしない。なんとか漢中まで進軍できた。
上、おはそのために先帝の危険って、兄上まさか。曹操を除き我らが実権を握るということか。しばし殿らが兵を率いて城に向かった。皆よく集まってくれた。大将軍曹操は今速やかに洛陽を制圧せよ。その後敵外の曹操を討つのだ。真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。加工派が職に亡命したぞ。曹操を討ったことで芝一族が朝廷の権力を掌握しましたね。宮城に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。芝居殿、横領殿、いえ横領、私のできることなら何でもいたします。ですから我が妻だけはどうか。今は同勢力で争っている時ではない。世を乱す逆。後でなんて言われるか。敵の援軍が来たなら仕方ない。やられる前に一気に城を攻め落とす。ここは兵器の出番だな。城門を破って一気に型をつけるぞ。この地の攻防は
戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。これはいつもながらお見事ですな。その調子その調子。城も落とせずにやられるなんて、ああ不完全燃焼だ。自身に進軍する。逆賊横領を撃つのだ。やままに操る芝一族を撃つ。わしは断固として戦うぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うあの地だ。行くぞ。わしの力ではここらが限界か。だが貴様らに不満を持つ者はこの先も。乱は制した。しかしこの勝利、身を削っただけの虚しきものに。父上、各愛は芝居と共に横領の反乱を鎮圧した。本来横領の妹である各愛の妻も処断されるはずであった。だが芝居は各愛の活躍を認め、彼の妻の除名に動く。結果として各愛の妻は救われることとなった。愛妻家であった各愛は芝居に心より感謝。改めてお礼をすべく芝居の邸宅を訪れた。芝居殿。おお、各愛、もう出仕して大丈夫なのか。おかげさまをもちま。家族全員息災にございます。そうか、ならばよかった。芝居殿が私と妻をお許しくださったこと、あの世に参りましても決して忘れませぬ。ご一族子子孫孫に至るまで草葉の陰から見守りますゆえ。それはありがたい。お前が命がけで救った命だ。今まで以上に細君を大切に。なんとありがたきお言葉。亡き長春家殿も芝居殿のお近くできっと。ありがたくもね。私が恋しいのはあれの作った肉まんだけよ。
バイ殿にあやかり、この核白星、これよりも死ぬ気で妻を愛し抜くと誓いましょう。